ピッツバーグ大学はアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ市にある大学である。西ペンシルベニアではピットという愛称で呼ばれている。1787年にピッツバーグアカデミーにより創設され、1908年にオークランド地区に移設をするとともに、現名に至り、私立大学でありながら、指定公的研究大学として、州大学としての側面も持つ。 本校はピッツバーグの都市部に位置し28,766人の学生が各研究施設で学び、大聖堂やピッツバーグ医療センターは全米でも名所となっている。他にもブラッドフォード校、グリーンバーグ校、ジョンズタウン校、ティトゥスビル校にもキャンパスが併設されている。周囲にはカーネギーメロン大学、センリーパーク、博物館、美術館が多数あり、 治安が良く、住みやすい街としても評価が高く、医学部を有する UPMC に4つの分校を持つ。メインの校舎である学びの聖堂は42階建て、高さ約160メートルのゴシック建築のビルで、大学の建物としては全米で最も高く、世界でもモスクワ大学のメインビルディングに次ぐ第2の高さである。大聖堂の中は、 教室となっており1年2年時の教養学部を中心とする講義が行われ、冬には雪景色となり、建築物の美しさにも評価が高い。いわばピットのシンボルとなり、周辺には最先端機器を設備した大学施設、研究施設、医療施設、博物館、劇場が多数取り巻き、実際の授業は新しい建物内で行われている。周囲には、 ピッツバーグ大学病院施設のほか、工学世界ランキング15位のカーネギー・メロン大学や、デュケーン大学、カーロー大学などが集まる学園都市の中心となり、かつての鉄鋼の街から病院の街、IT の街として、国際色豊かで全米では住みやすい街の上位ランキングに入る。ペンシルベニア州から公的研究大学として支援を受ける中、 90種を超える学部と200種を超える大学院プログラムがあり、世界各国から学生や医療関係者が3万人以上集まる。特に医学部は世界的に有名で世界ランキングでは上位に入り、その他 MBA プログラムなどビジネススクールにも多くの日本人医師、学生が国費留学、私費留学をしている。1787年に ピッツバーグアカデミーとして創設。創設当初は私立の大学だったが、1966年にペンシルベニア州の関連する大学となる。開学直後から第二次大戦前までの100年近くは、全米最大の重工会社である、ウェスティングハウス・エレクトリックとの研究開発提携が続いていたため、全米屈指の工学部を有していた。 ニュースウィークによる世界の大学ランキングでは37位にランクされている。大学の中では医学部が強いことで知られ、全米で16位にランクされている医学と科学の分野で実績があり、ジョナス・ソークによるポリオワクチンの開発、ビタミン C の発見、世界初の複数臓器の同時移植などが有名。また、日本人医師である東道省教授が皮々の肝臓を使った、 世界初の異種臓器移植を行うなど、臓器移植に関して実績を持つ。2013年において、英米教育専門誌である、ザ・タイムズ・ハイヤー・エデュケーションの世界大学ランキングによると、医学部の世界ランキングは24位となり、日本人医師を含み世界中の医師が、国費留学や医療研修に赴いている。ありがとうございます。